動くといいよね。うん、動くのがいい。自分で動かすやつ。郡山北工業高校さんのコンピューター部っていうところで、世界大会で実績を上げてるところが、光くんの今回書いてもらったこの設計図をもとに、一緒に考えてもらって、実際に作って見てもらいます。こんにちは。こんにちは。覚えてる？ビデオで見た。こんにちは。先生、緊張しちゃって。いつもこんなんじゃないです。大丈夫です。今日はお世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結婚会です。これで上下を動かして機体でこう横を動かすから、作りたいのは飛ばせる、弾を飛ばせる系の何かを入れたいです。楽しめるようなロボット、自分が気に入るようなロボット。雄大と遊び、いとこと遊びたいです。かっこいいのできそうですか？かっこいいのは余裕ですね。まあ彼の夢を実現できるように頑張っていきたいと思います。はい、はい。本校、コンピューター部はですね、国際ナノマイクロアプリケーションコンテストという、製品開発のコンテストに出場するようになって、ちょうど2年前ですか、世界一を受賞することができました。今年度内閣総理大臣賞も、受賞させていただいております。じゃあ光くん、張り切って作っていこうか、一緒に。今回の企画っていうか、お話しいただいた時に自分たちでできるかっていうことで瀬戸にもう任せたんですけど、光くんとよくコミュニケーションも取って、一つの製品っていうんですかね、光くんのこう目的に合ったようなロボットを完成させることができたので、だいぶ苦労はしてたようです。陰でいらした時はあんまりそういう顔を見せないんですけど、陰では苦労してました。ああでもないこうでもない、まあもともとないものをところからこう作っていくので大変なんですけども、まあ、よく頑張っていたと思います。撮ります。頑張ってよ。よし、ゴー。終わったらちゃんと自分で直す、お父さんに直す、僕らが直すから、ね、時間なんかに閉めた方が